地名一覧、上都地方上都地方は、ポケットモンスターシリーズに登場する架空の地方。金、銀、クリスタルおよび、ハートゴールド、ソウルシルバーの舞台。関西地方が、モチーフで、中部地方や四国の一部も含まれる。小金ジムリーラー、赤根や、舞ハンなど、大阪弁、京言葉を話すキャラクターが、複数登場する。上都という名前は、 上都及び上都に由来する。なお、口述の中国語及び韓国語の表記では上都となっている。ポケモンにまつわる遺跡や伝承が数多く残る歴史的な地方で古風な日本家屋風の建造物が多く見られ、街の音楽も落ち着いた雰囲気のものが多い。ハートゴールド、ソウルシルバーでは宝園地方や 新大地方の伝説にまつわるダンジョンも追加された。関東地方とは陸続きで、東上の滝から、西が、上都地方、東が、関東地方である。半袖の服装をしたトレーナーが多く温暖な気候と思われるが、一方で白金山や新都遺跡など豪雪地帯も存在し、マフラーをつけたトレーナーも数人いる。森林の多くは、新洋樹風で、 紅葉樹風の木が多い関東地方とは対応なしている。ボングリという特殊な実が取れる木や、頭突きをすることで、ポケモンが出現する木も存在する。出現するポケモンは、上都地方独特の種の他は、基本的に関東地方と共通する。また、ポケモンの連れ歩きが可能な地方であり、ポケモンを連れ歩くトレーナーも多い。 上都地方独自のポケモンリーグはなく、上都地方のトレーナーは、関東地方の石英高原にある、リーグ本部に挑むことになる。アニメでは白金山のふもとで、上都リーグ白金大会が開催されている。なお、ハートゴールド、ソウルシルバーでは、関東地方のジムは四角い形をしているが、上都地方では丸い形のものになっている。都市、町の数は10個。 道路、水道は29から48番。金、銀、クリスタルでは各都市の民家の屋根がそれぞれの都市名にちなんだ色合いになっている。アニメでは、サトシと旅をしたレギュラーキャラクターが降板後、この地を訪れることが多く、現在、はるか、光かり、デント、アイリス、たけしが確認されている。アドバンスジェネレーション及び、 ダイヤモンドパールの発言によると、新たに、ポケモンコンテストの会場が作られたことが、明らかになっている。劇場版ポケットモンスターの舞台となった街、島などについては、第10作、リアルガ VS パルキア VS ダークライ公開時に、発売された、書籍、劇場版ポケットモンスター DP 全映画、パーフェクトガイドにマップが掲載され位置が判明した。 ここではその中から、城都地方に属する場所を記載する。ありがとうございます。